はい、皆さんこんにちは、ランドリフの岸です。信長の野望創造戦国立志伝足利義昭への信長包囲網の続きやっていきたいと思います。前回大垣、岐阜、この辺りも制覇して信長を追い詰めつつあるという状況なんですが、一方で徳川軍がですね、本格的に参戦を果たしてきたというところで、依然予断を許さぬ状況が続いています。今回はいよいよ尾張を制圧するために軍を動かしていきたいなと思ってますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。では早速ですね、軍勢を動かしていきたいなと思うんですが、その前に工作関係で漏れがないかどうかを確認しておきましょう。武田に対しては工作を送っておきましょう。60しかないですからね。他はいいかな。また内輪もねをきっと始め出すと思うんですが、そこはもうあえて介入はしないという方針でいきましょう。寝返ってくれる人がいるときはもうとことん寝返ってもらうと、それも寄与数を落とせば多分大量に武将が入ってくるんじゃないかなとは思うんですが、寄与数、名古屋、この辺りかな、武将がいっぱい詰めてるのは。では早速軍を動かしていきましょう。まずは長島城の攻略隊とキオスの攻略隊で分けましょう。キオス城を落とせれば、そのキオス城を足がかりに一気に尾張を流れ込むという作戦ですね。これくらいの数を動かしましょう。で、大垣、岐阜あたりにもすでに腕が鳴るぜ。集結してます。出陣します。で、島峰では武田軍が奮闘してくれてるんだな。勝家3000を少しの間でも足止めしてくれただけでもありがたいですね。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。はっ、承知しました。に入ってる。出陣する。続きなさい。みんな我に続く。出陣する。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。そしたら長島城はもう落城間近なので、こっからどうしようかな。名古屋はちょっと敷居が高いので犬山城あたりの攻略を目指しましょう。助立ちいたそう。我らに勝てると思っているのか。出るぞ。必ずや勝つ。出陣します。で、余力のある岐阜を攻めた部隊で、かしこまりました。さらに清須に対して御詰めを送ります。出陣するぞ。出陣するぞ。出陣する。この辺りの徳川隊がどこを目指しているかというと清須か。ってことは清須で挟み撃ちにする方がいいですね。ちょっと待ちましょう。
長島城を攻めている部隊は少し待機させます。ご命令下され、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、長島は露に与えましょう。まあ、やっぱり外交というかその場所的に非常に重要な拠点なので身内に任せるに越したことはないですね。で、キオスを取ったらちょっと一旦与力を派遣するなりなんなりして少し数を調整したいと思います。配下の武将たちの。敵将仕留めました。敵将捕らえた。お味方が捕らえられました。ご命令下され、報告いたします。報告いたします。先月の収支です。なるところではあるが、内鷹は戻りとしさせましょう。で、承知いたしました。ていきます。激戦になってるな。どうしてもやっぱりキオスは取りたい城なので。城へ戻る。かしこまりました。お、武将がかなり補充できるな。まあ、ちょっともったいないけど、いや、ここは一旦は解放してあげよう。この次捕まえたらご命令下され、報告いたします。先月の収支です。で、工作は4年なく入れておきましょう。ちょっと朝倉が元気がないのが心配ですけどね。さあ、そろそろでは騎乗する軍勢が足りなくなってきているので、かしこまりました。長島城を攻めた部隊を送り込んでください。お任せください。止まりました。お、元気がないと思ったら上杉と朝倉がいよいよいざこざを本格化させて朝倉が滅びる危機に瀕してますね。出るとするか。敵を追い詰めます。敵将捕らえたり。出陣するぞ。出るぞ。必ずや勝つ。ご命令くだされ、報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。お任せください。はっ。かしこまりました。します。あの子しか飛びるのよ。出陣する。敵将を捕獲した。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。
いざ参ろう。キオスを力攻めにしましょうか。行くぞ。数は決して良くはないので、お任せください。我に続け、かかれ。これで決まりだ。引け。信長がいるな。捕らえることに成功すればでかいけどな。ヒゲヨシもいるか。縄文を破壊しました。ヒゲヨシに逃げられたか。縄文を破壊しました。敵縄文突破しました。かかれ。逃げるが勝ちよ。力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕獲した。戻るぞ。騎乗する。城へ戻る。出陣します。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。我が戦お見せしましょう。では稚魚を抱いていきましょう。久しぶりに藤高あたりにするか。どうしようかな。クスノキに任せるか。キオスは出陣する。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。残された織田の城。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。2つ、岩村と犬山、蹴りをつけましょう。でその前に与力を出していきましょうか。まずはどうだろう、7人ぐらいずつ適当に派遣していきましょう。お、戦国ゴンベイがいる。いいね。渡せない。天海もちょっと渡せないので、ちょっとクスノキにはあまり与えられなかったけど、次のターンでうまいことを渡しましょう。名古屋城だけど大丈夫か。
ちょっと心配なので亀山城あたりから出陣するぞ。ブームを出しましょう。いざ参ろう。お味方討ち死に。出陣する。出陣しよう。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。出陣します。噛んじゃいました。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。手柄を立てるぞ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。外交状況はどこも大丈夫かな。25ヶ月残りがそれなりにあってっていうところに関しては問題ないでしょう。上杉に対しては義明を送り込みましょう。武田も大丈夫だね。よし。戦へ参る。我が領内に敵が迫っております。城が取り囲まれました。名古屋城が落とされる。出陣します。お味方討ち死に。我が王の城包囲されました。名古屋城が奪われた。敵将討ち取ったり。思ったより苦戦してるな。ご命令ください。徳川に名古屋城を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。出陣するぞ。出陣する。くそ、軍勢が出てなかったな。さてはやっぱり一つ一つ指示を出していかなきゃダメか。意外と言うこと聞かないです。まさか名古屋城が取られるとは思わない始めましょう。報告いたします。報告いたします。敵を追い詰めます。ねじ伏せてくれ。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。かしこまりました。逃げられませぬ。敵を追い詰めます。加勢いたす。ご命令下され。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。名古屋城の攻防はともかく犬山城が意外と粘ってるんだな。出陣します。逃げたければ逃げなさい。敵を追い詰めるのだ。
気などないぞ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。そういう意味で言うと、力攻めで兵力を失ってでも強行しましょう。見くびられては困りますね。敵将捕獲しました。かしこまりました。は、承知いたしました。はっ。お味方討ち死に。お味方が討ち死にしました。承知いたしました。かしこまりました。さすが徳川の猛将ってところだな。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。門を破るのです。敵を追い詰めます。城門を破壊しました。よし、敵将捕獲しました。滅ぼしたぞ。まあ、最後信長をの首を跳ねるところを持って終わりにしましょう。お任せください。名古屋城攻めでもして、しばし時を表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。名古屋城が結構粘るな。まあ激戦になってるもんな。ご命令を。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。始めましょう。だいぶ苦戦したけど名古屋城も取ったね。騎乗する。戻るぞ。いよいよ仕置きをしていきましょう。まあ信長以外はみんな、まあ信忠はダメだな、以外はみんな救ってあげましょう。命はしっかりと使えてくれればそれでいいですね。信忠もダメだな。信長の直系は断絶にしましょう。信雄も従ってダメですね。
信長、信忠、信孝、信勝。はい、これで信長を召しましたが、まあ、序盤を特に苦労したんですが、ね、表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。聞いたかなというところですね。あとは本当に外交をうまく使って、まあ、お金を序盤はかなり浪費をしたんですが、それでもなんとかここまでこぎつけることができたので良かったかなというところですね。で、基本的にはこの信長包囲網のプレイは信長を倒すっていうのを、目的としてプレイをしてきましたので、その目的を達成した今となってはですね、今回で一応このプレイ自体は終了しようかなと思っています。でもしですね、どうしても続けてほしいっていう声が、本当に多数あれば、いただくようであれば、まあ、検討もしようかなと思ってるんですが、まあそんなにこの信長包囲網プレイを続きをたくさん見たいという方もそんなにいらっしゃらないと思いますので、一応この、信長包囲網プレイとしてはここで一旦終了させていただく予定にしたいと思います。信長包囲網、最後までご覧いただけた方本当にありがとうございました。また別のプレイでお会いできればと思います。